はい、皆さん、こんにちは。今日もナイト・オブ・ザ・デッドやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回一応、なんか施設の鍵の開ける場所はわかりましたので、今日はこの中突入していこうと思います。まあ、ボスがいること確定していますので、頑張って倒していきましょう。それで一応食べ物の方は、毒耐性、まあ、熱耐性、して寒さ耐性のものは持ってたんですけど、電気耐性の食べ物がちょっと分かりませんでしたので、まあ、この3つの一応耐性をつけていくような形でいきましょう。まあなんか前回の博士みたいな感じでちょっと痺れるやつとかいるのは困りますが、まあその時はまたそれで頑張ってなんとか倒していきましょうか。では仲間を連れて向かいたいと思います。はい、では行きましょうかね。食べ物の方は一応毒、そして炎、そして氷耐性はつけてありますので、まあ大丈夫かなと思います。まあちょっと本当に電気耐性がね、前回の博士みたいな攻撃を食らうと、おお、びっくりした。危険ですからね。はい、これベロニカ博士かな？はい、ベロニカ博士いますね。やっとここは到着したと。この軍事基地も変異物質の影響から逃れられないようですと。グレゴリー将軍、ここから間違いなく新人類プロジェクトを監督していましたと。グレゴリー将軍を見つける必要がありますと。彼はまだ人間かもしれないし、ゾンビになってるかもしれませんと。しかし確かに彼から真実を知ることができるでしょう。ここの文章を確認する必要があります。他のエリアも調査してくださいということで、まあ、なんてここ安全地帯なんだろう。行きましょうかね。で、グレゴリー将軍が多分ここのボスなんでしょうね。よし、とりあえず撃っていこう。はいはい、敵いっぱいいそうですね。矢の方が一応300持ってきましたが、これ足りるかどうかがちょっとわかりません。よし、仲間も行け。よし、オッケー。あとはどんなやつがいるかな。なんかやばい。なんかでかいのいる？あ、大丈夫そうか。ここになんかやばそうなのいますね。はいはい、電気ビリビリのやつか。こいつの対策ができてないので、これをちょっとしていかないといけないな。はい、とりあえず矢をめちゃくちゃ撃っていきましょう。近づくやつからどんどん撃つ。よし。さあ、一人ずつちょっと片付けていきましょうか。来てる？来てるな。他のやつ、仲間に任せて他のやつを倒していこう。仲間も結構食らってるのかな？あ、いや、まだ来てる。めちゃくちゃ敵来るな。さあ、敵がいっぱい来るので。嘘？まだ来るのか。パーク食らいましたね。これ、ちょっと感電するやつだからな。気をつけないと。あ、ちょっと仲間、あ、やばい、仲間やられそうになってる。嘘だろ、こんなに強いのか。はい、よし、まだいるのか。はいはい、撃っていきましょう。これちょっと待ってよ、ボウガンはきついかもしれないな。31321、あー、330は回収しましたね。中ちょっと漁っていきましょうか。拳銃の弾、あ、そうだ、一応ジャーナル見ておかないといけないな。ジャーナルの人は弾薬に対する耐性がある。ああ、また近接か棒なので、いつもと同じですね。お、びっくりした。で、ということで、まあ、銃はあんまり効かないみたいですので、いつものように棒で攻撃していくと。ただ、雑魚がやばいな。多くないかな。いや、ここにもいるな。ちょっと寄り道避けましょうかね。ああ、嘘だ。はい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 。さあ、ちょっとサソリがいましたけど、毒耐性一応つけてあるので大丈夫でしたね。オッケー。まだいるのか？はい、後ろからも来ましたね。どっから来たんだろう。はい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 。なんかむっちゃ切ってるけど、なんか寝てるやつがいるのか。はい、とりあえず撃ちていきましょう。矢を拾ってと。よし。さあ、どうですかね。仲間も、大丈夫か？ああ、サソリがいるな。撃っていこう。どっちが前か、ほんとわからんな、こいつは。さあ、とりあえず、仲間が、よし、オッケー。まあ、いざってなったら、これで切っていってもいいかな。どっちが早いだろう。よし。おお、なんか飛んできた。やばいね。毒にならないので、まあ、こちら。あ、やばい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 。変なやつ来た。
あ、電気耐性のやつ来ましたね。こいつはやばいので、まあ、撃っていきましょう。後ろで大丈夫か？敵倒してられてるのかな？はいはい、めちゃくちゃ撃ってるけど。大丈夫か？こんなに撃たないと倒せない。よし、倒した。さあ、回収していきましょう。まだ地下があるみたいですね。地下の方があるけど、まだ、ああ、こっちも、あれ、一応あるのか。まだ戦ってるのか。どうなってるの？いや、仲間の攻撃力が弱いのかな。さあ、とりあえず、どこに向かうのがいいのかがわかりません。ちょっと、電気つけよう。で、矢の方は5本もうすでに失ってるな。で、ここはどこ？ああ、一周してきただけですね。ということで、下か、あ、そうですね。こっちから来たんなので、下行くしかないのか。さあ、地下に行きましょう。あ、なんか監視室みたいなのがある。とりあえず、アイテム、漁れるなら、漁っていこう。あと、耐久値の方も大丈夫ですね。なんかある。これなんだろう？効果の台。なんか、初めてのものをゲットしましたね。で、やばいな、こいつ。ボウガンがいるのか。さあ、とりあえず連打していきましょう。よし、OK。で、サソリか。さあ、めちゃくちゃ連打していきます。いや、来た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 。よし。とりあえず、これで OK。回収。ああ、この箱は調べられない。装備はありますね。お、びっくりした。ああ、いつものやつか。いつものやつに引っかかるとは。はい、油断してましたね。そうだ、こいつを忘れてたな。トゲスパイクがあるんだった。はいはい。で、こいつが漁れない。他は、ゴミ箱系ですね。はい、こちらを見ていきましょう。で、扉、関係なし。何の扉かわかりませんが。で、お金、仲間は大丈夫か？仲間は、包帯結構持たせてきたので、体力の方はありますね。では、進んでいこう。ああ、ここはビリビリのやつがいるのか。さあ、こいつを倒していこう。毒が鳴らないだけまだマシかもしれないけど、電気がまだダメですね。よし。はいはいはい、来い。まあ、とりあえず、ボウガン撃ってるだけなので、さほど怖くはないですが、ちょっとやばい、仲間、やめて。近づくのは危ないよ。はいはいはい。とりあえず、これで OK。やばい、矢が結構な数なくなってるけど、仲間も拾ってくれてますね。ありがたい。あ、増えた、増えた。3本増えた。で、中はどうだろう。ゾンビいるな。ちょっと一旦ここは保留にしよう。ここは？ここは誰もいない。ここもかな？どうだろう。なんか独房みたいな感じだな。ここは？あ、なんかいるな。さあ、ノコギリあるんでこっちですかね。銃のやつがいるからな。とりあえずこいつを早めに倒しとかないと。よし、オッケー。ここもいるのか。見なかったことにしよう。さあ、仲間はそこはちょっといつもの、ダメなゾーンだね。この、ノコギリでよくやられてしまいますからね。で、回収、ほら、やっぱり。ちょっとやめてやめて。ロッカーは触れない。ここは？待って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 。開いちゃったや。ここもか。これもなんか監視室っぽいな。囚人の部屋的な感じですよね。ここではないとして、奥進もう。やっぱこの赤ランプかな？赤ランプ。よし。はい、仲間来たらちょっと一応ここを閉めておきましょうかね。で、敵がこっちから来る。
狭いところなんでちょっと剣が使いづらいので、ひたすらボウガンでいきましょう。それかまあつついてもいいか。ちょっとどいてどいて。あ、やばいやばい、やばいやついるよ、やばいやついるよ。あ、つついていきたいけど仲間が邪魔してる。危ない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 。やっぱりか、電気電気電気はやばい。電気耐性がないとかなりやばいな。さあ遠くからいつも通り攻撃することにしましょうか。当たってはいるのかな。いや電気耐性がないと、ちょっとしかも敵同士でも電気食らってるっぽい感じですかね。さあもう分かりつわえ、あーやばい、仲間やられた、仲間やられた。さあひたすら撃っていこう。よし、頭できたら狙いたいところですけど、そんな余裕はないですね。あ、一応包帯使うか。いやー強いね。よし倒した。はい、サソリも倒した。矢が大丈夫か。はい、 OK ですね。ということで、まあ、自然回復もある程度するんですけど、一応念のため回復しておきましょう。矢は大量に使った。仲間復活させてあげる。包帯まだあるのかな。包帯ありそうですかね。どうかな。はい、で矢の回収320本か。まだあるね。 OK。 さあ、あーもうないね、包帯ない。半分あげよう。よし、さあそしたらどうしよう。上は特にないのかな。ここはなんだ、監視室かな。こっち、あ、閉じるだ、これは。はいはいはい。で、こっちに一応、ノコギリがある。ここは、独房ですね。特に、あ、装備があるか。装備取っていきましょう。で、ここも特になさそうか。はい、ということで、奥かな。はい、こっち側行きましょうか。敵はいない。ここ、あ、ここは敵がいるけど、まあ、ほっときましょう。いやー、どうかな。またサソリか。とりあえず一人ずつ撃とう。あ、来ちゃったかな。ちょっと待って待って、仲間待って。あ、止めとけばよかったな。さあ。とりあえず、まあ、仲間がでっかいやつ相手してるうちに、こっちはサソリ行きましょう。よし、オッケー。一応回収。どうかな？いや、どれぐらい回収できてるのかはわかりませんが、オッケー。で、一応扉はあるか。中のこの箱とかが若干気になりますね。仕方ない、倒していこう。これダメだった。触れなかったんだ。火で行きましょうか。よし。よいしょ。はいはいはい。これで OK ですね。狭いところはこの剣だといけませんので、こういう戦い方するしかない。ああ、そしてこれ、取れないやつか。取れない箱でした。ここは装備がある。倒すか。はい、よいしょ。おー、そんな。はいはいはい。スパイクがありましたね。よいしょ。はい、オッケー。あ、嘘だろ、当たったのか。はいはいはい。とりあえずロケットランチャーとかがゲットできましたね。あとは、何にもなさそうか。はい、行きましょう。で、ここでもっと下があるのか。さ、下、おー、やべえ、いきなりか。びっくりしたわ。はい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 。ちょっと待って、仲間行くのやめて。よいしょ。はいはい、とりあえずめちゃくちゃ、あ、いいね。蹴りはいいね、そこは。よし、オッケー。はい、とりあえず倒せましたので。あとは、大丈夫か？仲間の方の体力はまだある。肉とか食べてるので、HP は高めとなってますね。自分も十分高い。さあ、銃撃つやついるな。さあ、倒していこう。はいはい。ちょっと囚人系のやつとかが、やばい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 。手榴弾投げられた。危ない。
あ、よし、倒した。オッケー。よーし。さあ、回収ですね。矢の方の回収。あ、ちょっと待ってよ。はいはいはい。あ、取られてる取られてる。はいはい。で、入り口のところは何もなしと。はい、矢の方も返してもらいます。包帯はまだある。どうしようかな。一応食べ物でフライドポテト、あとは防御力上げるやつも一応渡しておくだけ渡しておきましょうかね。よし。はい、OK ですね。で、ああ、サソリがいるのか。一旦ちょっとこいつ止めておきましょう。止まれを出して、さあ行こう。さあ、サソリの方を倒していきたい。おう。さあ、毒食らいましたけど、耐性ついてるので問題なしです。いやー、来てるね。足破壊したいんだけど、足破壊できない。めちゃくちゃ撃ってるのにこんなに耐性あるのか。さあ強いですね。よーし。さあアイテムも火炎放射器と手錠をもらった。ああどうしよう。こいつもやるべきなのかな。ちょっとやるか。よし。あ、出てきちゃった。はい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 。やばいよ、仲間攻撃はしてくれるのかな？困ってても、危ない危ない危ない。やばいぞ、こいつは。変なの、二人に囲まれた。よし、一旦逃げてと。いやー、体力が半端じゃないな。よし、さあ終わりましたね。とりあえず矢を回収。はいはい、これで、あー、8発なくなってるな。さあ、どっか他はありそうな場所もないですね。まあ、300発まだあるからいいか。ボスがどれだけ強いかが全くわからないところが痛いですね。銃の弾。銃の弾。基本銃の弾なのかな？本とかはない感じですかね。よし。さあ、銃の弾めちゃくちゃあるな。でも、ボスは銃が効きにくいと。はい。で、この本は取れない。奥に宝箱。あ、またこれか。高価探索機を構築するために使用されますと。あ、危ない。これ危ない。危ないと思った。ちょっと遅かったですね。気づくのが。ついついこの装備に惹かれていくと危ないことになる。はい。では、進めていきましょう。で、あと余ってるリンゴとかをちょっと持ってきたので、これを食べましょうかね。これ以上、食べ物の効果が増やせませんので、あんまり食べれないんですよね。よし、矢の方を回収。320発までは戻ったな。さあ、そして、ここは、はい、あ、やばい、いたよ、いた。はい、ということで、ちょっと待って、見なかったことにしよう。一旦閉めよう。やばい、落としたよ。ということで、一旦ここでクイックセーブかけといて、やられた場合、ここからちょっと再スタートしたいと思います。ちょっと長いんでね、ここまで来るの面倒です。ということで、行きましょうか。いつも通り作戦は仲間を、盾にしながら自分は遠隔するという感じで行きましょう。なんか爆発音したのが気になるな。はい、こいつがもういいの？あ、やばい、なんか、なんだ、これ何何何、危ない危ない危ない。待って、こいつ危ないぞ。しかも、電気系か。また電気系なのか。はいはい、とりあえず、撃っていこう。で、部屋のものがどんどん、あ、やばいやばい、仲間がもう死んでる。嘘だ。さあ、めちゃくちゃ早いぞ、仲間死ぬの。やばいぞ。ちょっと避けながら。あんまり避けすぎても、なんか離れ技来るのかな？はいはい、今これは大丈夫けどめちゃくちゃ長いな。いや、全然そして減っていない。マジか、これはやばいな。これ危なそうなやつか。なんか抜刀術みたいなやつが危ないですね。こいつだ。でもそれ以外はそこまで危なくないのかな。あー、嘘だ、長い長い。待ってよ、
やばいぞ。いやー、マジか、長い。範囲の、よし、止まってる、止まってる。よしよし、はまってる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 。あ、はまってるけど壊れちゃうのね。やばい、何これ。一気に間合いが。いやー、あと何発？あと250発ですね。いやー、やばい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 。引っかかってる。いやー、動けない。やばい、電気耐性がない。いや、切られてる、切られてる。しかもあれだ。包帯しか装備してなかった。やばい、やばい、やばい。はい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 。これはちょっとやばいぞ。ちょっと逃げながら体力の方回復していきましょう。よいしょ。いやー、どこだ？仲間生き返らせる余裕あるかな？こっそり生き返らせよう。すぐ死ぬかもしれませんが、即死ですね。ダメか。こっちの回復する間ぐらい生きてて欲しかった。ぐるぐる回りながらとりあえず行こう。で、ちょっと離れたら撃ってみようか。はい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 。ちょっとずつ、ちょっとずつ削りましょうか。危ないかもしれない。まだ大丈夫。距離あると逆に大丈夫なのかな。さあ、危ないぞ。逃げろ。大丈夫か？よし、生き返らせた。なんか、やばいやばいやばい。なに。攻撃方法が変わった。なんか上に撒き散らした気がするけど。なにこれ、今何を食らった？さあ、何を食らったかわからなかった。よいしょ。危ない。よしよしよし。危ない危ない。弓矢撃ってるのか。なるほど。相手も弓矢撃ってきてますね。うわ、やばいね。もう仕方ない。チクチクするしかない。動きながら撃っていきましょうか。ああ、すごいね。3発とか撃ってるのか。そしてどっかへ出てきた？あなた。よいしょと。はい、回復しながら撃っていこう。危ない危ない。爆発系の弓矢なのか？危ない危ないよ。危ないよ危ないよ。あと3分の1ぐらいですかね。結構大変。危ない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 。いやー、くそー、強いな。いやー、危ない危ない危ない。この矢の威力も結構高めだな。はい、ということ、あ、なんか、巻いた巻いた。危ない危ない危ない。何これこれ。なんてすごい技を使うんだ。危ないよ。さあ、ちょっと回復も入れていこう。ところどころ回復していきましょう。やばいやばい。これ、なんか降ってくるやつか。よいしょ。危ないよ。で、撃ってくる。これをかわす。はいはいはい。よし、いいね。なんかわからないけど、ノコギリに当たった気がするな。危ない危ない。近い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 。よし。で、撃ってくる。やばいね。さあ、とりあえず包帯があるうちは、包帯でなんとか対応しよう。遠いと、あ、なんかラジオ入ったけど、そんなところじゃないんだ、今は。そういう場合じゃないよ、君。よいしょ。やばい、顔が針千本みたいになってる。危ない危ない危ない。よいしょと。空に撃つやつか。逃げる。これは OK ですね。もう、矢は半分近く撃ちましたね。いや、硬い。やばい。そっちの方、嘘。めちゃくちゃ食らったよ。これはまずいな。なんだ、あの、光るやつやばいね。はい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 。光らなくてもやばいけど。大変ですね。あ、これがやばめですね。これ逃げる。矢が光ったら逃げた方がいい。いや、まずいぞ、これ。回復もちょっとしていきたい。はいはい。ああ、嘘だ。なんか食らった。マジか。何を食らってるのかがわからない。はい、剣が来る。と、力で落ちたいところですが、まだ無理ですね。やばい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 。よし。あ、危ない危ない危ない。爆発。これが危ないのかな？上から降ってくるやつはいいけど、平行に飛ばすやつがやばいですね。あとちょい。頑張れ。よーし、いった。危なかった。さあ、いや、めちゃくちゃ、撃ちましたが、なんとか倒せましたね。いや、危ない。さあ、これで、なんか、オリジナルのやつはもらえなかったのかな？そうですね。アイテムは何をもらえたんだろう。カードの断片とかですね。うんうん。
で、矢の方は100本近く失ってますね。まあなんか壁とかにめっちゃ刺さってるのはわかりますが、取れんな。まあこれは作りましょう。ということで、続いては、ああ、なんか死体を調べろって言ってるのか。はいはい、調べていきましょう。お、なんか娘なのかな？奥さんなのかわかりませんが、一応なんか写真、女の人の写真があったね。続いては、日記を取る。なんか、ちょっと待って、空中に矢が浮いてる。あとは、これは違うね。日記、あそこか。はい、日記がありますね。お、日記じゃんって画面だ。You are an early test subject. Your performance is impressive. General Gregory was a partner who started this experiment with me. But in the end, he acted irrationally, as old humanity tends to do. That's why I tried to evolve him into a new human. Though it ultimately failed.Now I must test you. So I have prepared a gift to prevent you from escaping the island. さあ、やばいですね。ベロニカ博士が来た。ヘリが壊されましたね。Come find me. And then provide more meaningful data. Let's see if you are the new human I envision. さあ、そしてクレヨン博士のところに行かないといけないのかな。会話が進行中です。あ、で、ベロニカ博士に話を聞くと。その前にちょっと装備とか漁っていきましょうか。いや、全然いい武器なかったな。はいはいはい。矢がなぜかこんなとこにある。他もなんかそこら中に矢乱れ打ちしたんでありますね。棚は何もない。すごい数があるので、だけ行きましょうか。よし、こんなもんですかね。では、こっちかな、出ていきましょうか。あ、出ようと思ったんですけど、ベロニカ博士、ここにいましたね。びっくりしました。さあ、そしたら話していくと。むっちゃベロニカ博士、向けられてるけど、ヘリコプターが爆発した。それは完全に狂っていると。今、クレヨンを追う意味はありませんと。まず、この島で治療法を作る方法を見つけなければなりません。私たちは人類の最後の希望ですと。この場所を調査しながら、治療法を開発するために必要な情報を集めましたと。まず、フォルマリンが必要です。近くのマートに行きましょうということで、次のやつが出ましたね。次はスーパーマーケット生存者ホルムアルデヒトっていうのを取れと。場所的にはマップの上ですね。はい、ということで一旦ここから今度こそ出ましょうか。はい、では出てくることできましたので、次の目的地ちょっとも、目指してみましょうかね。現在が、ここですので、まあ、ちょっと戻っていって道に出ると。いう感じになります。この道からまっすぐのところが新たに出る道ですね。まあ、ここまでぐらいは来たのかな。この山を越えていくと、帰りがかなり早かったので帰った記憶がありますね。で、ここらからが新しいマップになると思うので、まあ、このままちょっと進んでいきましょうか。特にまだ今のところは何にもない感じですかね。特に敵がいっぱいいるとか、橋があってエリアが変わるとかもなさそうな感じか。まあ、街がありますね。ちょっと建物があって、分岐もある。敵の方は、一緒かな。こんなもんかな。はいはい、ちょっと一旦マップを確認しよう。はい、敵がいない。マップ、新しいところ入ってますね。ということで、まあでも、バイオーム的な感じの、エリア的な感じは一緒かな。出てる敵で新しいのはまだいない感じですね。ああ、なんか白くなってきた。ああ、こっから雪なのか。はい、一応、ボス用に、体幹の方の食べ物は食べてるので、おそらくデバフの方はつかないと思いますが、おそらくこれ何もついけてないと、
砂漠の時のような感じで寒さがつくと思います。はいはいはい。で、うわ、なんか凍ってるやつがいるな。さあ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 、新しい敵出てきましたね。で、あとどれぐらい向かうんだ。まだか、まだちょいありますね。うわ、なんかそして電車の高架下とか、あー、なんかあるな。コロッセウムみたいなのがあるな。さあ、そしてそこにあるマーケットかな。マーケットに行かないといけないのかもしれない。で、これは何？でっかい墓地かなんか？違うな。なんだろう。おそらくこれですよね。このマーケットに行かないといけないのか。ここですね。あ、やばいやばいやばい。大丈夫か？これですね。おそらく行かないといけないのがこれ、ということで、どっかに一旦止めよう。さあ、ここで敵と戦っていきましょうか。よし。ダメだ。外してる。あー、なんだこういうの白いやつは。さあ、まあ、耐性ついてるから問題なしかな。おお、なんか来たよ。次々来たよ。OK。ほら、炎だ。よし。さあ、両手持ち剣ですが、倒していきましょう。こいつは硬い。あ、なんかやばいな。爆発するやつがいたな。はいはいはい。な、鉱山がどうたらこうたらって言ってますね。こんなのちょっと見てる場合ではない。いや、硬いな。仲間の攻撃が全然効かないや。はいはい。そしてなんか赤い、砂漠のパスファインダーっていう靴をもらいましたね。で、正面の、あ、ここですね。ここに行かないといけない。車は壊し放題かな。あ、やばいやばい。なっちゃった。なっちゃったよ。出てきた？ゾンビ出てきてない。出てきたか。はいはい。とりあえずこいつを倒していこう。ボウガンでいきましょうかね。で、この中をとりあえず入っていかないといけない。行く場所は、材料を手に入れるか。食料品が売ってますね。これなんだ？定期のやつかな？こいつは。あ、定期が来てるのか。定期が来てますね。はい、ということで、一旦定期のやつを倒してから行こう。あと何体来るかな？あ、こんなもんか？はいはい。あー、来てますね。なんか。あ、でもこいつは定期じゃないのか。はい、オッケー。あー、そこまでなんか、おー、しまった。爆発がついてるのか。あー、これ、やばいな。はいはい。一撃で倒れるところを見ると、定期では全くないですね。あ、まだ倒れてない。よし。あ、こいつは定期じゃなかったか？はい、ということで、行きましょうか。はい、石油。はい、矢の方もちょっとだけ回収しよう。では、中入っていきましょう。これは関係なしですね。はいはい、なんか叫んでるな。上からか。問題はここのどこにあるかですね。あ、上の方から歩いてる音は聞こえる。いやー、ここのやつはみんな爆発するのかな。青いやつは爆発すると思った方がいいかもしれませんね。いやー、ザクでも結構強めか。はいはいはい。ザコでも若干強め。いやー、こりゃ、こっちのパワーアップも必要となってきますね。おー、こんな範囲まで来るのか。あー、でも爆発の威力はそこまででもない。オッケー。あー、そうだった。はい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 。いやー、なんかいろいろと言われてるな。はい、とりあえず。仲間も死なないところを見ると、そこまで浮遊、体力はあっても攻撃力はないのかな？よーし。これでとりあえず、ひとまず、ここの1階は制圧したのかな？さあ、2階の方行ってみましょうかね。2階の方は、他は1階にはなさそうな感じですよね。あ、いるね。いる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 。しかも、なんだこいつは。やばい、やばい、やばい。これなんだ？なんかやばいな。これはなんだ？汚染かなんかなのかな？バイオハザードマークみたいなのが出てましたね。
いやー、なんか体勢をいろいろつけないとやばいね、ここは。あ、これも OK。とりあえずアイテム取っていくか。で、このなんか放射能みたいなやつが危ない。さあ、ここを倒していく。よし、はい、OK。爆発するよ。OK。いや、放射能と爆発を気をつけないといけないのか。で、こいつが、アイス、これなんだろうな、アイス系のやつかな。さあ、こいつは、ひょっとしたら凍る感じのやつをこ、食らわせてくるのかもしれませんね。よいしょと。さあ、落ちた矢ちょっと拾っておきましょう。で、まだいるんだよね。登らないといけないのが。さあ、食らわないようにできるだけ行きましょう。あ、どうやって登った仲間。よし、OK。はい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 。アイテム取っていく。ああ、まだできるのか。さあ、これで、ああ、だいぶなくなってるな、矢が。200本しかない。いや、まだいる、まだいる。え、嘘だ、これどっからこんな来るんだろう。はい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 、なんかわからないけど次か次へと来ましたね。いやー、これはもう矢がいくらあっても足りんわ。よし、 OK。 さあ拾っていきましょう。とりあえず登ってしまいたいな。仲間がやってる間に登るか。よいしょと。ああ、来たね。そしたら、ここで剣を使っていこう。よし。ああ、やばいやばい。すごい連続攻撃。よし。はい、OK ですね。ああ、やばい。仲間やられちゃった。はい、なら、ここで、まとめてやろう。わあ、なんかタックル食らったな。はい、OK ですね。ああ、生きてる。よいしょ。はい、復活させてあげましょうか。いやー、強いなー。一応回復はしておきましょうかね。で、どうしよう。やっぱりこれ剣より普通に、うん、ボウガンでいくか。あ、めちゃくちゃいますね。数が尋常じゃないぐらいいるな。はい、倒せたかな？なんか転んでましたね。よし、仲間の方の体力は持ってる。あとは分解できる品物とかがあるので、アイテムの方をちょっと回収しながら向かいましょうか。お金関係かな？はい、電子機器、ゴミ箱ですね。はいはい、そして敵が来る。わあ、めちゃくちゃ来るな、本当に。はいはい。危ないよ。危ないよ。さあ。ああ、そいつはあれか。汚染のやつか。これもなんか防護服への、着ないといけないとか、そういうのがあるのかな。さあ、ユニークアイテム。何が出た？砂漠の歩行者。砂漠じゃないんだけどな、ここはもう。さあ、アイテム。あ、ちょっと食べ物食べないとダメか。なんか切れそうなのはありますかね。甲羅とかが切れそうなぐらいか。豆の缶詰と。よし。で、なんかここは、何もありませんね。壊れてる。店が壊れてるけど、冷蔵庫あるので、ちょっと食べ物と冷蔵庫の分解だけしていこう。よし。で、あ、仲間あれか。食べ物がなくなってますね。リンゴを半分あげましょう。よし。さあ、そしたら続いて3階ですかね。いやー、どこなんだろうな。3階。あ、敵の声が聞こえる。あ、なんか本を取ったよ。兵器の訓練。よし、なんか
話しかけられましたが全然わかりませんでしたね。はいはい、ピカピカ光ってる。よし、オッケー。さあ、ここも片付きましたかね。では、ここもオッケーか。ロッカーを漁るだけと。さあ、では3階でいいのかな。ここは？ここはない。はい、なんか来た。なんか来てるけど、わからない。あ、いますね。はい、後ろから攻撃していくか。あ、避けられた。さあ、太ったやつを、とりあえず、撃っていく。あ、なんか、えらい勢いで落ちてったけど、こいつ。え、むっちゃ走ってったよ。まあ、いいや、無視して登っちゃえ。よし、さあ、たどり着きました。はい、OK ですね。まあ、ちょっと落ちたやつは、ほっておきましょうか。よいしょと。はいはいはい。相手の頭の上に、仲間の頭にくっついてるやつがあるんだけどな。では、ここより上はなさそうですかね。なので、ここさえとりあえず制圧すれば、おそらく本があるんでしょう。え、ちょっと待って、これ、花生存方法、生存者って書いてあるから、生きてるやつがいるのか。よいしょ。危ない危ない、爆発する。よし。オッケーですね。ということで、生きてる人探さないといけないのか。よし、これでオッケー。もう大体、あ、この中にいるのかな？この中いる？どうかな？あ、いた。はいはいはい。これで生きてる人が見つかったよと。はい、人の顔を見るのは久しぶり。このスーパーマーケットは徘徊するゾンビのせいで逃げ出せず隠れていましたと。もうダメだと思ってましたが、助かったよと。あ、この人なんでこんな知ってんだろう。あなたの隣にあるホルムアルデヒドを手に入れてくださいと。どこ？隣。ここだ？やばい。あ、これか。はい、これを持っていけば OK みたいですね。さあ、次見てみましょうか。次進むのは、はい、援助を提供できる人に出会えたのはよかった。私も地下施設に向かいますと。そこで会いましょう。はい、ということで、地下施設に移動して、え、ちょっと待って、地下施設ってあのボスがいたところじゃないのか。さらに奥があるみたいですね。ちょっと向かってみましょうか。まあ、ここはもうある程度取りましたので、このまま出ましょう。道としては、この大通りを右に曲がればいい感じですかね。で、まっすぐのところに目的地があるような感じだと思います。ということで、見ていくと、ああ、もう水色の赤釣り敵ばっかりですね。一応、コーヒーが6時間かな ?6 時間なので、もうすぐ切れてしまうかもしれない。一応、予備のコーヒーも持ってきたと思いますので、まあ、危ないようだったら、ちょっと飲んでいきましょうか。はい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 。で、ここもまだか。全然見えませんね。左かな？わあ、やばい。いっぱいいた。はい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 。フロストはなんとかに遭遇したことがあるかと。ああ、またなんか一本道で、少しなんかエリアが変わるような感じの場所ですね。で、ここはどこだ？さあ、道的には、ああ、まっすぐ行ってる感じなので、大丈夫かな？さあ、もうちょっと。で、あ、なんか家とかがちょっとずつ出始めてきましたね。もうかなりの廃墟だ。はい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 。で、やばい、なんか来たぞ。冷戦時代のなんとか本があるんですね。ということで、目的地はここかな。はいはい、ちょっと敵がいっぱいいるので鬱陶しいですが、この中かな。このフェンスの中あたりに行けと。あ、こいつやばい。フロストのボウガンがいるな。はい、ということで、ちょっとここ入ってみましょうかね。入る場所がないな。どこだろう。入り口がないので、まあいいや。とりあえずもう、塀を乗り越えてしまおう。はいはい。え、なんか黄色いやつもいるな。やばいやばいやばい。こいつの近くにいるだけで、汚染されるのか。はい、ということで、どんどんちょっと進んでいきましょう。危ない危ない、引き寄せ引き寄せ。おお、
ボウガンじゃなくて引き寄せなのかこいつは。まあ引き寄せられたところでというのがありますが、いやーでも強いな。なんか関係なしだな本当に。さあとりあえずここ、あーこれここが開くのか。はいはい、ということでちょっとショップを見てみましょうか。まあ特に欲しいものはないと。でこれがエレベーターかなんかか、違うのか、関係なし。はいはい、ということで、どっかに入り口があるんでしょうね。ちょっとじゃん、あ、やばいやばい、全部来ちゃった。はいはいはい、ちょっと一旦降りよう。はい、ちょっと汚染のやつもいるので、遠くから撃って倒していきましょう。いやー、なんか変なの来たな。あ、そしてなんかその石壊れそうですね。やばいな、これ本当にもう敵が。敵の体力が半端じゃないな。で、な、当たってるのか、ああ、危ない、危ない、危ない。よし、当たった。ああ、定期が来たのかな？一撃で倒せましたね。定期が来てるのかもしれない。ああ、こいつは定期だな。はいはい。で、この石がなんか壊せそうな気もせんでもないので、一旦チャレンジしてみよう。あ、壊せる壊せる壊せるけど単なる石でした。はいはいはい、雪原で石を採掘するっていう、ああジャーナルは一応出たのでね、やっぱ違うのがなんかあるのかもしれませんね。ということでジャーナルを見ていくメインストーリー、地下の施設に移動してください。これですよね。ちょっと待ってよ、ここみたいな感じだけ、ああここにあるのか。はい、すっかり見逃していましたが、ここから降りれるみたいです。地下施設に着きましたかと、処理室に降りてきてくださいと。はい、ハロルド氏とベロニカさんはもう到着してるよと。面倒ですね。これまた登っていかないといけない。エレベーター欲しい。よし。ちょっと待ってよ。敵いるじゃん。話が違う。もう会いに行くだけかと思いましたが違いましたね。はい、とりあえずここで一人ずつになったところで倒していこう。点はちょっと振りにくいな、ここは。はい、ひたすら連打。やばい、仲間が邪魔する。いやー、こんなに矢を打ってるのになかなか危ないよ。爆発するよ。あ、爆発しない。どうなってんだ。さあ、ちょっとまずいですね。いやーもう、仲間が邪魔して、思うようにいけない。よーし。さあもう、仲間に当たってるのか敵に当たってるのかはわかりませんが、ひたすら撃っていきましょう。OK、回収しよう。あ、輝くプラズマの剣ってなった。プラズマソードをもらったと。はい、OK ですね。プラズマソード、ライトサーベルみたいなやつかな？ちょっと見てみましょうか。これですね。プラズマロングソード。これ多分、昔の、方ですね。初期の方にもあったんですけど、まあ、これ、大きい敵かなんか倒した時ぐらいからチップが必要になって、それをもらわないと作れなくなったような気がしますね。でも、あんまり、まあ、刀の方が使いやすかったので、自分はあんまり使いませんでしたが、あ、こんなにティアが高いやつになってると、昔と違ってかなり強いのかな？よし、さあ、とりあえず、向かっていかないといけないんだよな。どっちなんだろう。まだ敵倒してる？あ、まだ戦ってるのか。やばいな、仲間の攻撃力の底上げが必要だ。仲間が弱い。はい、来てしまった。はい、これ近づくだけで、汚染されるので気をつけないといけませんね。OK、仲間も矢を取ってるはず。では見ていきましょうか。一個ずつ行かないといけない。こっち何もないのかな？はいはい、普通のゾンビ。もうこれでいいや。はいはいはい。よし。さあちょっと仲間に任せて先っぽを見ていくとやっぱり何もないですね。はいはいはい。
ということで、このまま倒していく。で、奥の方もないので、やっぱり逆サイドだけかな？こっち側ですかね。あ、でもまだなんかここにもあるな。いや、入り口がいっぱいある。さあ、ちょっとここ、覗いてみるか。はい、本だな。いや、通路ありますね。まあ、施設といえば施設か。敵がいる声は聞こえる。定期のやつなのかな？定期かどうかすらもうちょっとわかりませんね。ここはいける？あ、いるのね。はい、月ですね。で、ない、大丈夫？オッケー。で、コイルいっぱい。オッケーですね。なんか敵がめっちゃいる。あ、いるのか。はいはい。ダメだ、ダメだ。くしかできない。よし。はいはいはい。与えていきましょう。爆発。よし、オッケー。いや、大変だな、ここは。あ、博士とかどうやってこの中に行ったの？開けていきましょう。で、扉。なんかあるな。さあ、もうまたこいつか。はいはい。あ、外した。よし、オッケー。つく。はいはい、ついていく。よし。危ない危ない危ない。爆発する。オッケー。で、もうジュースが切れそうなのか。ちょっとコーヒー飲んでおきましょうかね。どこだ？コーヒーは、はい、ありますね。これ、あるので飲んでおきましょう。仲間の方にも、一個あげよう。コーヒーをあげておきましょうか。やばいな。結構、この中も広いですね。ジャーナル、結構あるのか。帰り道もわからないかもしれない。で、あれ？これ、一周してきた。一周してきちゃったぞ。ということは、やはり先ほど横の扉を開けたところを行かないといけなかったのか。ということで、もう一回ですね。ここの次の扉を開けたところを、行かなかったのはこれか。これを行くと。おお、変な奴がいる。黒いよ。よし。よし。OK。いやー、青いやつがめちゃくちゃ硬いな。危ない。そして左の方には敵がいることがもう確定してますね。あ、やばい。開けちゃった。開けちゃったけど、奥の方も気になる。あ、奥にも敵か。一個ずつ行きましょうか。装備があるので装備取る。いや、5かな、ここは。よし、触れるかな。はい、はい、はい。回り込んで。刺していきましょう。オッケー。よし。危ない。さあ、これでオッケー。一個ずつ行くか。さあ、こちらからちょっと見ていきましょう。はい、なんかジャンプするやつ。ダメだ。当たらない。よし。さあ、こんなもんかな。まだまだ死なないのか。よーし。で、敵がいる。あ、でもこの近くだな。見た感じ、こんな感じでしたよね。はいはい、ブンブンしていこう。奥のやつ、ブンブン。あ、脱げだ。よし。さあ、この斧で倒していきます。オッケー。あー、これなんか実験室みたいな感じですね。培養容器みたいなのがいっぱいある。はいはい。ということで、あ、やばい。もうアイテム持ってないのか？そういうことですよね。アイテムが持てなくなってしまいました。ちょっと仲間に持ってもらおう。こういう時のために仲間をちょっと連れてきてありますので、防具がめちゃくちゃ。あ、なんか変なのもらってるのは、プラズマシール。はいはいはい。こんな感じでいいかな。はいはい。ということで、コイルをしっかり取っていきましょう。OK。
さあ、この近くっぽいとは思うんですが、どこなのかはわからない。ああ、いた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 。よかったよ。ハロルドさん、この人。You've arrived safely. はい、到着したことがわかりますと。保存装置に入れて処理してくださいと。ああ、持ってきてるね。処理が完了したらすぐと隣の箱を見てくださいと。あなたの役に立つかもしれない装備をいくつかそこに置いときました。ありがとう。私にできる助けはこれが限界のようです。これからは雪原のシェルターに滞在しますと。目標を達成することを願っていますよと。ありがとうございます。はいはいはい。そしたら、ベロニカさんは、ベロニカさんは、話せないのか。クラフト、これですね。持ってきたやつを使うと。で、隣の箱になんか入れてくれって、これか。これ違うな。あ、これでいいのか。ハロルドのリストブレース。これアイテム？アイテムですね。ユニークのやつ、どこだ？あー、なるほど。ちょっとメダルのところか。メダルは今、リロードが早いやつ入ってるんですよね。完了までの速度。あー、そういうことか。はいはいはい。ということで、これか。で、ベロニカさんにも話していくと。プロセスが成功に完了しましたと。高反応性の突然変異物質を安全に扱うには、この重要な手順が必要です。これを分析するために、今、私たちはラボに行くことができますと。はい。ということで、活力もらいましたね。あ、ちょっと待って、まだ下があるのか。すごいですね、ここは。はい、ということで、次の、目的地が研究所ということで、ここでは、ないんですね。はい、ということで、今日はまあこれぐらいで終わって、次回この続きしていきましょう。ちょっと今13時なんで、一度拠点の方に帰りたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。Thank you.